はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、今日から始まった伊勢崎オート、大手文造杯ということでですね、こちら初日やっていきたいと思います。レース9レースからですね、文造うどん、めちゃくちゃうまいです。いつも僕ね、伊勢崎オート行くときにですね、寄ったりとかしてですね、よく買って帰ったりとか、あといただいたりとかね、本当にね、群馬といえばやっぱ水沢うどんが有名なんですけど、またちょっと違う感じでね、すごくコシがあって、しかも喉越しも良くてね、すっごく美味しいです。はい、そして安い。はい、もしね、よろしければ文造うどんでね、皆さん食べていただければと思います。絶対美味しいです。はい、ということでね、今日も一日、今日は荒れてますよ。はい、よろしくお願いいたします。さあ、1本目の9レースですね。雨がちょっと降ってきまして、必走路になりそうかな。そうなると林さんの出番かなと思って買ってみましたけど、こい、そうだに先行かれる。あ、うわー、行かれた。やべ、芝圭さんにも壊れる。やばいやばいやばい、頼む、耐えて耐えて耐えて、林さん耐えて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 、よーし、伸びてきた、伸びろ伸びろ、よし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 、生き返った生き返った、よし、オッケー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 、ソータとそのままワンセットで逃げて、54ワンセット、54ワンセット、そう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 、あと足の圧、あと足の圧、あと足の圧、やばい、芝居健さんが来てる、うわ、足の圧滑ってる、うわ、マジかよ、やばい、できたと思ったのに、白足上がってこい、上がってこい、ダミが滑ってる、マジかよ、やばい、林さんが頭じゃ、うわ、これつく、やばい、誰か上がってきて頼む、上がってきて、シナ外から外から外から、お、岩佐が外から、オッケー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 、岩佐さん頼む、岩佐さん頼む、岩佐さんいい、岩佐さんいい、オッケーオッケーオッケー、足色がいい、これだったら柴犬さんもかませる、いけ、岩佐さん頼む、お願いお願いお願い、岩佐さんお願い、岩佐さんお願い、岩佐さんお願い、お願いお願いお願いです、岩佐さん頼ます、外からかましてください、お願いします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 、飛んでった、よっしゃ、いた、よっしゃ、オッケー、林さんもダントツ、オッケー、オッケーオッケーオッケー、よし、4号ならできた、よしよしよし、よしけ、頼むぞ、岩瀬さん、オッケーオッケーオッケー、そのまま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 、4号なら4号なら4号なら、オッケーオッケーオッケー、おお、岩瀬さん来た、ワンチャンある、岩瀬さんの方が多分ハイト高い、まくっちゃ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 い、よし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 、きたー、オッケー。レースの開催ですが、ナイター照明点灯されています。さあ、10レースですね。ここは4番のタクちゃんと8番のタカヤベッドンミ、4番8番、この2車一緒。さあ、タクちゃんスタート、しっかりベッドンミもスタート、クイッ、いやー、早い、タクちゃん後ろも早いぞ、どうした、タクちゃんスタート出足反応良かったのに、
トは1番のエマと2番手テルが3番手以下を離しました。3番手争いのインコースから飛び込んでくる4番の清水ですが、先に5番のスイカズマが前に上がっています。さあ高池、スイカズマが3番手、4番清水はどうか。内から佐藤が入って、なんか怪しいな。7番の田村がまくっていく。4番の清水は交代6番手となりました。先頭が岩本、2番手が平浦、タクシャが怪しい。離れまして5番の鈴木和馬が単独3番手、その後に8番の佐藤、さあ高池、7番の田村中央、上げて上げて、残り4周切りました。1番の宮本が依然として逃げています。2番手、いやこれ走路難しい。さあ滑ってくる5番の鈴木和馬、2番手と上がっていく。さらに8番の佐藤孝也の3番手、岩本さんが残るよ。これ思いのほか走路が乾いているようにも見受けられます。残りは3周回、逃げる1番の岩本、2番手が5番の鈴木和馬、そこに8番佐藤、7番の田村、さあジロちゃん回ってくるよ。ここからさあ8番の佐藤孝也がさらに前進、なかなか車速ある高谷、鈴木和馬を捉えにかかっているが懸命の応戦、5番の鈴木和馬、ここで切り返して打ちで鈴木和馬が先頭に立つのか。残りは2周回、そこからスイカズマが先に先頭に立った。2番手が、うわ先に行かれるときついな。3番の田村次郎、人気の馬車が2、3番手上がる。4番の清水が6番手ランジキュース、1番の岩本4番手交代しました。さあ終盤戦前の3人の攻防、行け高谷。佐藤高谷がブルーフラッグで飛び込んで先頭に立った。次郎ちゃんも頼む、先頭中入れ、次郎ちゃん入れ入れ2番手の制覇入れ、内から田村がねじ込んでくる、ねじ込め、のスイカズマを応戦するが、最後は田村が2番手に上がれるかどうか。2番手接戦だ、いけー降臨、2番手は、細かい雨が落ちています。小雨の死、小雨の物質、さあ11レースですね。ブチといえば大型選手、頼ませ、あとは瀬太郎、6番8番この2車で勝負。まずスタート小笠さん、しっかり前までスタータイチャーぐらい行っちゃいましょう。来い、さあそこから千切りと伸びてこい、前まで食っちゃえ、前まで食っちゃえ。大月選手がスタート遅れてる、さあ行け。2番の田崎も序盤で捉えるかどうか。8番の早川聖太郎は最後方からの競争、ブチ大好きの6番の尾形が中段に上がっています。さあ前進あるのみか。5番の田中正樹2番手上がりました。8番の早川聖太郎、西田捉えて、いやー正樹早いな。6番手から6番手に上がろうかというところ、1番の中原逃げる、追っていく5番の田中正樹であります。まずは飯塚勢の引っ張りになって、3番手が3番白杉、さあ小笠さんどうだ、いけるか。中段4番、なんか伸びがいまいちだぞ。そして8番の早川が5番、中原さんも悪くない。前には4台います。8番の早川聖太郎、やばい、先に行かれる、5に先行かれるときつい。ペッチが上がる、先頭に抜け出していく。中原交代、白杉が2番手に上昇か。残り3周回、4番手6番の尾形、その後に8番の早川聖太郎、いや尾形さんいまいちじゃな。もう一息、8番の早川聖太郎、乾きすぎだこれ。やはりこのブチ走路の影響が多分出ているか。8番の早川ダメだ、乾きすぎてる。しかありません、先頭が田中、2番手が白杉をしたか。そして3番手にある、いやこれ難しい、大波乱と。まさきだ、早川聖太郎は4番手になっている。3番手まで果たして間に合うのかどうか。前の2人は抜けている、田中と白杉、うわー、1、2、なんだよこの3者、逆さまで俺、逆さまや。いずれもビッグな配当が待っているが、逆さまや。6番の尾形の後ろ、早川が差を詰める。3番手が尾形なら13万車検だ、早川が捉えるかどうか。5番の田中の先だ、うわー3着ギリ。
鈴木圭一郎から地元の寮新井、新井日和、新井純也という組み合わせ。さあ最終12レース、ここはもう圭一郎一択、思想から素晴らしかった、もうほとんど結構乾いてんじゃないかな、寮に近いブチ。さあ圭一郎頭で来い、ピヨピヨ頑張れ日和ちゃん、逃げろ日和ちゃん、逃げろ。圭一郎いった、日和ちゃん逃げろ、日和ちゃん逃げろ、さあいった。さあ問題3着、さあ日和ちゃんついてけ、圭一郎についてけ、圭一郎についてけ、うわーちょっと垂れてる、頑張れ開けろ、やばい中口さん2着まで来ちゃう、このままだと中口さんの3着まではない、ピョピョ逃げろ、頼む逃げてくれ、逃げろ、ピョピョ伸びろ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 、そのまま頑張れ、日和頑張れ、日和頑張れ、開けろ開けろ開けろ、よしよしよし頑張れ、日和頑張れ、日和頑張れ、開けろ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 、伸びろ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 、そっから伸びろ、外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 から伸びろ、開けろ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 、やられた、中口さんの2着だよ、やられた、やられたよ、うわやられた失敗。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。最終レース悔しかった、中口さんの3着目は勝ってたんですよね、乾いてきたからと思ったんだけど、乾きだな、乾きすぎ、あーちくしょう、日本取れたら満車券、うわー悔しい。でもまあ今日はね、なんとか満車券なんと今日9本っすよ。で一番最安くて6000円台の配当、もう今日はあれに荒れた、もうでも1本取れたからよかったですね。大手分蔵杯、初日いかがだったでしょうか皆さんね、あれに荒れたレース、こういう時に1本取れればね OK なんですけど、はい、ということでね、また動画の方撮ってまいります。ぜひ皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様、お疲れ様でございました。